ハヤトの野望チャンネルへようこそ。自分でスカウトしたアイドルをトップアイドルに育てるゲーム、ミリオン更新曲、今日も続きからプレイしていきます。はい、前回はね、この松浦にゃんっていうアイドルを雇いました。そしてちょっとずつ育てていったんですが、鳴かず飛ばずが続いております。2回やったライブもね、全部超赤字でした。500万円ぐらいずつ赤字を出して最悪の状況です。しかも若者人気がすごく薄いっていう。とりあえずもうちょっと活動させていこう。まずもっとレッスンだな。ボイトレしていきます。歌が上手ければ売れるだろう。音程プラス2。あれ、なんか伸びなくなってきた。ひょっとして、あれ、なんか伸び悪くなってきたな。まさか限界値あるのか、これ。お前の才能こんなもんか。営業活動もさせよう。まさかの限界かよ。さあ、若者人気がちょっと上がったぞ。17。ひどいな。若い女の子のアイドルなんだから、男性の若者に人気じゃないとおかしいだろう。そろそろ首か。どうもこんにちは。今度都内某所の地下カジノで秘密の火曜イベントを行う予定です。報酬は高めだが覚悟してほしい。逃走ルートは確保している。やべえやつじゃん。行ってこい。行ってこい。稼いでこい。ちょっと、うわ、1500万、マジか。うわー、来たー。よし、行ってこい。もうここで何だったらカジノ参加して稼いでこい。1500万、来たー。新テーマダンス、いいよ。ファンが減ったんだけど。中年ファンが減った。めちゃ減った。あ、もう一回はできないの？もう一回行ってほしかった。新曲行くか。新曲、歌のテーマは、あ、ダンスすごいぞ。人気すごい。じゃあダンス、ダンス人気にあやかっていくぞ。作詞作曲をちょっとバンドメンバーに任せてみようかな。これ真中真由美に依頼してみよう。作詞も作曲もちょっと100万円かかるんだけど、そろそろ松浦にゃんに作詞作曲させても売れないことが分かってきたから。さ、700万。何にポイント振るかな。あ、クールとかっこよさはもうこれ固定なんだ。可愛さに振りたいけど、なんか可愛くないんじゃないかって気すんだよね、この子。男性ファン少ないから。いや、まあでも可愛さでいくしかないだろ、アイドルなんだから。さあ行け。ダンスをテーマにして4曲目。目指す道とテーマの相性がいいですね。来たよ。さあ4曲目にしてついに飛躍の時か。前の曲6万5000枚売れました、まあ、悪くはなかったね。新曲の準備、真中真由美。今回は自分で作っていません。頼むぞ。60ぐらい頼むぞ。なんか大したことなくないか。ちょっと待って、ひどいんだけど。ひどいぞ。100万出したのに。自分でやった方がいいじゃん、これなら。松浦にゃんが。さあ、次は、作曲だ。作曲の方が得意だったよな、真中真由美。頼むぜ。40は欲しい。40は欲しい。ひどい。ひどいよ。ひどすぎだろ。もう二度と頼まねえ。こんなことあっていいのか。お、オーラ出てる。いいよ。レコーディングうまくいくかも。さあ、張り切って歌え。たっぷり練習したからな、歌だけは。いいね、いいね、いいね。1が少ない。あ、8出た、8出た。いいよ、いいよ。8。お、いい。あ、結構いい、結構いい。あれ？うん？あんましかもしれない。タイトル候補はダンスの願い。そんなつまんない曲名で売れると思うか？はい、できました。新曲のタイトルは、売れなかったらポールダンスです。これファンは買うかもしれない。やべえと思って。内容を短くしてください。ダメでした。はい、できました。じゃあ、ちょっと変えて、寸前ポールダンスということでいきましょう。さあ、発売決定。さあ、いけ。売れるかな。さあ、初週の売り上げは3万8000枚。これどれぐらいなんだ、これ。ヒットチャート。ごちそう、あ、ちょっといい。ちょっといいな。しっかりレッスンを行っていけば、さらに売れる曲が作れるようになると思います。レッスンが足りないってこと？レッスンする？じゃあ。まあでも、ボイトレしかできないんだけど、言うて。オーラ発動した。あ、歌声13大成功。いいね。歌声93なんだけど、すごくない？もっといく？まだいける？ 1。あれ？あれ？連続だと上がりにくいのかな、これ。こんなにお金使ってるのに。2週目、66位。いやー、ダメだな。まあ、黒字ではある。黒字ではある。そろそろいいかな、こいつ。引退見えてきたんじゃないのか？はじめまして。私はタレント事務所向けのグッズ制作を手掛けるパンプキン商事のものです。お、グッズ制作できるの？あ、これはちょっとお願いしたい。エコバッグとカレンダー。あ、エコバッグいいんじゃない？あ、これは、所属歌手の気力が全回復。これ、アイテムなんだ、使う。オーラが出るはいいんじゃない？はい。ありがとうな。よし、これで、特訓すればまた、伸びるよ。さあ、来い、オーラ発動！歌声11。はい、歌声100超えました、まさかの。歌こんなに上手いのになんで売れねえんだ。よっぽど可愛くないのか。可愛げがないのかな、アイドルにしては。
普通もっと売れるだろ、こんだけ歌うまかったら。それと100って大したことないのか。あ、ファンの変化はありませんでした。マジかよ、そんなのあるのか。もう土砂回りも意味がないって言われてしまった。悲しい。寸前ポールダンスも全然売れてないし、販売終了してしまった。どんどん曲出すか。新曲だ。あ、ダンスはでも悪くなかったな。次、笑顔と勇気の歌行ってみるか。まず笑顔の曲から行ってみます。作詞作曲は今の人のままでいいや。笑顔の曲だから可愛さ重視だろう。さあ、可愛くあれ。これ今松浦にあん18歳か。20年ぐらい続けたら40歳ぐらいのアイドルになるのかな。はい、ロイヤリティ入りました。1700万円。お、もう所持金5000万円いったんだけど。意外と稼げてるぞ。はい、新曲の作詞頼むぞ、まゆみ。今回はもうちょっと頑張ってくれ。お、今回結構調子いいな。さっきよりは、さっきよりひどい。これ、この状態で新しいアイドル発掘ってできないのかな？引退させないとダメか。二人は抱えられないっぽいな、ちっちゃい事務所だから。さあ、新曲のレコーディング。頼むぞ！歌声めちゃくちゃ伸びたんで、かなりいけるはずです。いいよ。あ、めっちゃ伸びてる、めっちゃ伸びてる。来た、40超え、来たぞ。50超えるぞ、これ。はい、50超えました。60まで来たぞ。めちゃくちゃいい歌声。売れるかも。タイトル候補、スマイルの恋。タイトル変えよう。笑顔になれる曲だからな。スマイルは、基本、無料です。悪いスマホゲーみたいな。めちゃくちゃガチャらせるみたいな。発売決定、再現。売れるか？初週売り上げが伸びて伸びて。あ、今までで一番初週売れてる。いいぞ。50な、いまいちだな。待て待て、これなんかさ、あ、レコード会社を変えればいいのかも、これ。そういうことかもしれない。演歌系歌手が多く所属する。ここ行ってみるか。2000万円の黄昏レコード遺跡。さあ、2000万円かけたからな、絶対合格しろよ。歌声うまいからいけるだろう。演歌で行くぞ。採点中。トゥントゥントゥン。いけ、頑張れ。たーなー、うわーおい、2000万円出したんだぞ。ふざけんなよ。しょうがないじゃん。もう片方の事務所だじゃん。1200万、合格はさほど難しくない。こっち行ってみるか。もうお金が全然なくなっちゃったよ。5000万があったのに。最悪だよ、最悪。さあ、こっちはどうだ？おい、ふざけんなよ。頑張れよ。うわあ！ダメなんだけど、弱小レコード会社しか契約してくれね、これ。松浦にゃんダメだ、こいつ。はい、レッスンの更新時期がやってきました。もしかして、ボイトレだけじゃダメな可能性があるな。ダンスレッスンと、作詞作曲も伸ばすか？図書館で勉強で、歌声とダンス下がるんだよな、でもこれ。はい、レッスンを増やしました。さあ、にゃん、新レッスン行くぞ。ダンスレッスンやってみよう。アイドルで踊れないってやっぱダメだ。棒立ちだったのがダメだったんだよ、きっと。あと、ジョギング。体作り大事だからね。ほんと伸びないな。3とかしか伸びないもんなのか、これ。やばい、もう192万円しかない。あ、新曲が出せねえ。やばい。ちょっとお前、営業してこい。はい、地下カジノ見つけました。いいよ。もうちょっと、直営業してこよう。直営業しよう、直営業。必要だわ。お金がないからな。あ、休ませてくれとか言ってきた。ふざけんなよ。金ねえんだよ、うちは。一瞬で5000万円溶かしてしまったからな、一週間で。スマイルは基本無料です。9万4000枚。いやー、かなり売り上げ落ちちゃったな、一気に。10万いくと思ってたのに。苦しい。よし、新曲だ。次は、勇気。勇気の出る曲いいんじゃない？勇気が出る曲は可愛さじゃないから大丈夫。勇気だから盛り上がり。さあ、もう6曲目だぞ。そろそろ見切る時が来てるぞ。はい、CD 売れました。1900万円稼げました。なんとか首は繋がっている。ギリギリ。ギリギリ首は繋がってるさ。もっとだ、もっと営業だ。CD が出る前にちょっとでも営業で稼いでいけ。もうメンタルボロボロになるまでひたすら営業やらせてるんだけど。もうしょうがないよな。っていうか、事務所契約金2000万ならわかるけど、テストで2000万っておかしくないか？さあ、作詞。もう期待していない。どうせ20ぐらいだろう。よくないよな。17。待てよ、バンドメンバーのレベルアップってあるよな。
これやってみるか。あ、ポイントが足りませんって言われてて。そうか。オーラ出てる、オーラ出てるよ。しかも金のオーラが出てる。営業だもうレッスンじゃない。いいよ。500万稼いできたよ。よしよし。ファンもめっちゃ増えた。ファンもめっちゃ増えた。もうオーラは営業に使おう。レッスンじゃない。もういいだろ、レッスンは。悪いけど、事務所的にもこれ以上、君に投資することはできないんだ。歌は結構上手いんだけどな。6曲目のタイトルは、ダッシュの願い。あ、もういいよ、そのままで。いいんじゃない？まあ、そういうのでもいいんじゃない？さあ、新曲発売されました。売り上げは？なあ、微妙だな。よし。松浦にゃんくん、ちょっと話がある。ちょうど新曲も出したことだし、ライブをしないか。ライブを。ライブ会場は、町民ホール。歌は、一番売れた曲がいいよな。スマイルは基本無料です。これでいこう。もし、このライブで、収容人数3分の2、2000人を超えることができなかったら、君は引退だ。さあ、行くぞ。頑張れよ！頑張れよ！引退ライブだぞ！さあ、まだ450人しか入っていません。さあ、来てくれ！もっと来てくれ！引退になっちまうぞ！はい、順調に伸びて、伸びて、1000人を超えて。いいよ。はい、1100人。素敵！止まっちまったな。止まっちまったな。ダメだ！この子ダメだ！じゃあな、松浦にゃん。ライブが終了しました。さあ、結果は、さあ、黒字になったかな？ダーン！ダメだ。ダメだ。ちょっと空席が目立ちました。お、今年の音楽賞が発表される季節になりました。さあ、取れるかな？松浦にゃん。ここで取れたら逆転あるぞ。さあ、レッドカーペット歩いて。皆さん、こんにちは。スマイルレコード音楽賞の発表式です。さあ、いけるか？さあ、結果発表！今年のスマイルレコード音楽賞は、来るか？松浦には来るか？来るか？え？マジで？嘘だろ？なんで？なんでだよ？おかしいだろ？中抜き事務所松浦にゃん。賞金1000万円と素晴らしいトロフィー。え、なんで勝てたの？来た。今後の CD 売り上げやライブ動員数が大幅にアップ。マジで？来た。あ、なんかすごいオーラ出てる。なんかレッスンしたらすごいかもな。ダンスレッスン。はい。虹のオーラで大成功。まず、いまいちだ。マジか、首にしづらくなっちまったな。どうしよう。あ、事務所のランクも上がったんだけど、松浦にゃんのおかげで。マジかよ。もうやめさせられねえよ、じゃあこれ。どうしよう。完全に中途半端な立ち位置になっちまったな。はじめまして、私は近所で不動産業を営む者です。おう。そろそろこの音楽事務所も手狭になっていませんでしょうか。いい物件を知っていますので、よろしければ事務所の移転。事務所の移転？お、はい。行きます。は。雇える歌手の数やレッスンの数が増えた。あ、これで二人目雇えるんだ。来た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 。じゃあ早速、新人募集だ。なるほどな。秋葉周辺でも探せるのか。じゃあ原宿で、おしゃれに敏感な若者を探していく。原宿周辺で新人をスカウトしたところ、6人の新人来たよ。いいのいるか？ベントーベン。ベートーベンじゃねえか。諸越大輔。ミネソタの若者来たな。すごい、作曲の才能はすごいな。高橋和樹17歳。かなり豊富なキャリアを築いているような風貌。でもステータスは高いな。4人目。以下すいすい。30歳いってるやつが多いな。次。三代田優子。元美容師のゲーム開発者。産休後に歌手を志す。キャリアがくちゃくちゃじゃねえか。チポンユキトシ。あ、結構、まんべんなく高いな、能力。モーツァルトの実家の近くの高校。いいね。いや、これ悩むな。誰かな。なんか正直、どいつもパッとしないように感じる。高橋和樹結構いいんだよな。割と何でもできる感じがする。作詞作曲も高いし。よし、高橋和樹採用します。こんな立派な事務所に入れて嬉しいです。先輩たちに負けない活躍をします。おお、頼んだぞ。で、目指す道を決める。なんだろうな。スーパーアイドルっていう感じじゃないよな、正直。フォークの神様行ってみよう。さあ、お前はフォークソングを歌うんだ。頑張るぞ！よし、頑張ってくれ。
よし、新曲いくぜ。早速高橋和樹1曲目だ。まだ早いかな。いや、いけるよな。高橋和樹さんはまだレコード会社に所属していませんね。フォークソングがいけるところがいい。でもまあとりあえずスマイルレコードかな。安いしな。ここは必ず所属できるっぽいから、まずここからだ。結構踊れるのな。はい、合格できました。おめでとうございます。いいよ、よくやった。本当はもっといい会社がいいんだけどな。よし、じゃあ新曲。曲目は何がいいんだろうな。フォークだからな。フォークダンスってあるよな。ダンスか雑。作詞作曲が高いから、本人ができる作詞も作曲も今回は。いいね。よし、うまいことやれよ。かっこよくてクールならいけるか。よし、これでいいだろう。デビュー曲はダンスだ。あ、ほら、テーマ相性がいいって言ってるよ。よしよしよし。じゃあその間、松浦にゃんは営業だ。その間、地下カジノで歌ってこい、お前は。いいよ。それそれ。新人のための礎となるのだ。はい、薄型ラジオの発表会の仕事も舞い込んできました。結構お金稼いできてくる。あ、新しいテーマも見つけたね。いいねいいね。これ地道なな、草の根活動でな、経営のためのお金を稼いでくれ。新曲のコンセプトがテーマとはいい、ダンスがレベル2レベルアップしました。あ、そんなのあるんだ。いっぱい曲出した方がいいのか。じゃあニャンにもまた新曲歌ってもらうか。あ、そうそう、友情を見つけたんだよね。友情の曲歌ってみよう早速。で、作詞作曲なんだけど、高橋和樹に任せてみよう。新人いけるんじゃない。どうだろう、あいつ作詞作曲いけるからな。その辺の分かんないバンドマンに任せるよりいいかもしれん。さあ、友情の曲だ。どうもこんにちは。あ、今度はラジオ番組。あ、松浦にゃんにラジオ番組の出演依頼来た。 B 級ラジオ番組、いいね。ファンが増えるぜ、こういうのやっていけば。いいよ。なんかじわじわ人気が上がっていった。すごい、めっちゃファン増えたんだけど。クビにしようとしてたのに。まだあるな、これまだある。さあ、自分で歌う曲だからな、しっかり頼むぜ。うん、ひどいね。うん、ひどいね。ダメだな。ダメだ、高橋和樹ダメだぞ。作詞作曲ダメだわ。さあ、いよいよ新曲のレコーディングです。さあ、来たよ。さあ、デビューソングだ。いけ、高橋和樹。歌声が低い。タイトル候補はノリノリの道です。ノリノリの道か。なんか正直大した曲じゃないから曲名変えなくてもいいかな。高橋和樹。まあこのまま行ってみろよ、ノリノリの道へ。さあ、はい、高橋和樹初週2万枚でした。あ、2万枚は悪くないよね。にゃんだって2万8000とかだろ。さあ、ここだよ、ここ。はい、オーラ発動しました。歌声がバリ伸びてます。はいはい、97来たよ。タイトル候補はマブダチの恋。曲名が、曲名もっとないのかよ。マブダチの恋じゃなくて、アイドルは恋。はい、新曲できました。アイドルは恋。いきます。発売決定。さあ、売れてくれよ。お、称号レベルアップしたんだけど、ついに。来たー。ぐいぐい来てるよ。松浦にゃんさんのスーパーアイドルの道が一歩進み、ミス町内会。全然じゃねえか。いけるいける。あ、新曲に振ったコンセプトポイントが当たったって言ってるんだけど。え、なに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 、称号レベル、え、2段階上がったの、ひょっとして。ええ、待て待て、2段階上がったんだけど、そんなことある？すげえ、一気に胸キュンアイドルになったぞ。これ売れるかもな。もうなんか松浦にゃんには正直しょぼい営業活動やらせたくなくなっちゃうな、これ。デパートの屋上はやるけど。新テーマ、喜び発見。なんか今輝いてるな。テーマもどんどん見つけるし、すごいぞ。今が旬のアイドル、松浦にゃん。よし、ダンスレッスンだ。あ、なんかダンスの伸びも上がってきた気がする。作詞作曲以外はできるぞ、この子。あ、新曲初週8万枚売れてるじゃん。音楽ヒットチャート20位来たぞ、来たぞ。20位、10万枚突破。もうちょっと一流アイドル見えてきたな。バンドメンバーを交代しよう。あ、もっといいメンバーいるぞ。来た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 。え、作曲65いるんだけど。すごい。受定部雇います。来てしまったな。作曲65なら任せられるだろう、これ。もっと新曲出してほしい、松浦にゃんに。高橋和樹首でいいかもな。まだ新人だけどな。
正直そんなにもう一人でいいかもしれん。じゃあな高橋和樹、お前引退だ。うちは弱小事務所だから売れっ子の松浦にゃんだけで忙しいんだ。高橋和樹さんの路線は他の人に引き継ぐことができる。へえ。あ、何これ。またなんと現在所属しているアーティストとユニットを組むことができる。え、マジで？何それ？ユニット？あ、ユニットとかある。え、何それ？あ、何これ？あ、松浦にゃんオールスターズとかなってる。何これ？だっせー、ユニットだな、おい。これユニットで何かできるってことか。じゃあ、ライブとか。面白いな、これ。もっと鍛えてからだったな。じゃあな、失敗したな。さ、そろそろ新曲いきます。友情の曲が相性いいみたいなんで、友情の曲でいきます。で、作詞作曲は、あ、引退したメンバーにも任せられるんだね、これ。じゃあ、作詞は高橋和樹。作曲は、新人、ジュテーム、哲春。ジュテーム、頼むぜ。ジュテーム。ちょっとなんか、メンバー集まってきた感あるな。1100万円かかるが、いいだろう。いきます。ボイトレして、もっと、歌をうまくしとくか。変化がありません。あー、もう上限来ちまったのか、松浦にゃん。能力の限界、そんなのあるの？そうか。ここまでなのか、松浦にゃんってアイドルは。そうなのか。センターにはなれねえのか、にゃん、お前。そうなのか。俺は悲しいよ、にゃん。お、パンプキン来たよ。高くないか。買ってみるか、革ジャン。1250万円の革ジャン買います。えい。高えんだよ。あ、もうしょうがないから、にゃんはもう限界だから、売れるところまで CD 連打してみよう。毎月出そう。握手券とか入れてめちゃくちゃ出したいな。さあ、ジュテームの作曲。これは期待できるよ。なんか、パッとしねえな。なんでパッとしないんだ、これ。さあ、レコーディングだ。頼むぞ。ステータス上げても、いまいちポイント上がんないんだよな、これ。もっと、こう100あるんだから言ってくれてもいいのにな。48。さあ、8曲目の曲。フレンディーの恋。何それ、友達の恋だろ、それ。雑すぎんだよ、タイトルが。新曲タイトルは、I Love Money。さあ、稼いでこい、にゃん。こんなんでも買うだろ、ファンは。あ、称号レベルアップしたんだけど、さらに。マジかよ。トップアイドル見えるところまで来てるんだけど。本当に？松浦にゃんさんのスーパーアイドルの道が一歩進み？トラックチョコ。なんだ、トラックチョコってなんだ？いや、でも星4だよ、もう。やばいやばい。すごい。どうやらグッズの販売個数が増えてレベルアップ可能になったようです。来た。グッズのレベルアップもできるようになった、ついに。あ、これ、これだ、これだ、缶バッジ。すごいな、にゃん。ここまで来たのにもう限界なのかよ。辛いな。はい、CD バリ売れてます。4000万円もらいました。いいね。音楽ヒットチャート29、あー！ちょっと下がってきたか？松浦にゃん人気、ひょっとして。ここまでなのか。よし、地下カジノで歌うんだ。1500万もらえるからな。新テーマ、ダジャレ。なんで？ダジャレの曲歌うのかよ。にゃんが引退したらこれファンも悲しむぞ。これ100万枚とか売れるアイドル出てくんのかな？あ、事務所が悪いっていう説もあるんだよな、ただな、正直。よし、新人発掘しようと思います。秋葉で探せば、コンピューターが好きな人々を見つけることができるらしい。いるか？それ。違うな。まだ違うな。ちょっと、事務所を変えよう。レコード会社移籍してみよう。今度こそ。あ、5つの中から選べる。うわー、マジか。秋葉原アード社。アニメ系のタイアップに強い。あー、なるほどな。そして、東芝 EMI。ここすごいぞ。グレードさん。うわ、申請費8000万だと。でも、ここに所属できればすごい気がする。高いな、でもな。黄昏だったらいけるんじゃないかな、これ。そんな気がするな。ちょっとリベンジで行ってみるか。一回失敗したからな。黄昏レコード。再び。じゃあ、ここで演歌歌手にステップアップだ。いけそう、いけそう。マジかよ。マジかよ。2000万円も使ったんだぞ。もうしょうがねえ。じゃあワンランク上げよう。山本レコード社。こっち、こっち、こっち。めっちゃ金かかるんだけど。どうなってんだよ、これ。さ
さあ押して押して、もっと押して、うわー、ギリギリなんだけど。これでもギリかよ。よし、んデビューまで頑張っていこうって言ってた今。デビュー、新人扱い、これもしかして。さあレッスン更新の時期が来ました。ここだ、これ結構大事なんだよな、どれ行くか。よし、ボイトレとダンスレッスンと図書館を残します。これでまあ6つ挙げられるんで、残りはとりあえずいいだろう。さあ減ったお金ちょっと回復してきました。ちょっとそろそろ行けるんじゃねえかって思うんだよ。ライブ行きます。で場所だな、町民ホール、県民ホール、サンプラザ西新宿、よもぎ体育館。よもぎは無理だろ、よもぎは無理だよ。若者向けは無理、大人向けか孫だな。いや、町民ホールだろ、町民ホールだろ、これ町民ホールでやります。これでもし儲かったらどんどんやってもいいな。あ、なんかファンサービスできるようになってる。来た来た来た。で曲は、曲どれだろうな、これ難しいな。でも一番売れたアイドルは恋か、やはり。なんか初期の曲なくなっちゃってるな、寂しいな。アイドルは恋いきます。さあライブ会場へ。あ、ユニットメンバーがいる。満足度大幅アップ。さあこれで、あ、いる、ユニットメンバーもいる。あ、ファン多い、うわすごい、マジかよマジかよ。来た来た、満員来るか、満員来るか、わあ満員だった、初の来た。やった、めちゃ嬉しい、めちゃ嬉しい、ついにやりました。ずっと赤字続きだったライブ、ついに黒字、来たか黒字。48万円の黒字。おい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 、おかしくねえか。チケットの価格間違ってたんじゃないのこれ。大丈夫、あの満席で48万円しか黒字出ないって相当やばいよな。グッズが売れてないせいかな。え、バッジとシャツ。なんで3000人も入ってさ、T シャツ5枚しか売れねえんだよ。俺が出した T シャツだってもっと売れたわ。なんなら、なんなら、ハヤトの野望シャツだってもっと売れたよ。おかしいだろ、これ。ちょっと待て、待て、グッズどうなってんだよ、グッズ。T シャツのレベルが上がりました、はい。T シャツ価格1着4万円なんだけど。そりゃ売れねえだろ。T シャツ4万の T シャツなかなか売れねえよ、そりゃ。バカなんじゃないの。缶バッジ3万円するんだけど。そりゃ売れねえよ、なかなか。いかれてるよ。はい、というわけで、自分だけの最高のアイドルを育てるゲーム、ミリオン更新曲、今回ここまでです。なんとですね、引退寸前だったニャン、ついに箱をいっぱいにすることができました。黒字はほんとビビたるものだったんですが。この調子でね、次回もやっていこうと思います。というわけで今回ここまで、ご視聴ありがとうございました。良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。